もさ、実際さこうパッと起きてさ、うん、頑張って起きて顔を洗えばさ眠気が覚めるわけじゃんか。なのになんであのベッドが出る瞬間ってさ眠くてもう一回寝たくなっちゃうの。無理だよ、結構無理、厳しいすぎ、厳しいかも。え、どうしよう、髪型何がいい？ポニーテとか。あ、いいね、ちょっとこっち側にすれば見えるよ。え、ちょっとツインは？ツインね、え、なんかね、レイヤー入れててこっち側のこう半分に割った時ここ全部出るんだよね。本当なんだろう、だからそのレイヤー入れてから半分にしてなくてさ、うん、なんかすごいピョンなるよねびっくりした。え、そう、でもなんかさ逆にハナはこうハーフツインした時にここを短くしたかったからレイヤー入れたんだけど、ツインにはもうちょっと向いてない、合わないんだよねってやつ。うん、鈴木だよ、今日は鈴木といっぱい配信するよ。マンゴーらしい。なぜかというといつもいるからね。はい、今日はじゃない今日もいる、今日も昨日の飲めない私いつぶりだったと思う？半年。12月。え？ああ。今年初。なんか写真集。今年初やばい。そっか。写真集ショールームでショールームさんに行ってたから、全然写真集のショールーム多分 3,4 回やってるからさ、うん、そんな気しなかったんだけどさ、あそこ行ってたから、スケジュール送ってくるとこ見て調べたのね。ノイノイって、うん、12月にチンとやっただけど、ほんとだ、しおりんってやった以来かなんでわかるの昨日見てたんじゃない、昨日話したよ、しおりんってやった。あ、そうなんだ。そうなの、やばいやろ、びっくりしちゃった、ほなえって言った。えぐいって。結構その舞台期間もできなかったし、うん、なんかグラビアの仕事とかも結構ノイノイにかぶってたりとかして、うん、確かに。そうそう、意外といろいろかぶってたから。カレー食べた、ね、確かに。私おぎちゃんとノイノイ出たのは結構最近だと思ったら去年の8月だって。そう、去年の8月に瞳取れて、次が多分しおりかな。出てなさすぎやいや、ほんまにそう、出てる子めっちゃ出てるよね、ノイノイ。そうなんだよね、なんかやっぱスケジュールがさ、合わないがめっちゃあるから。そうなんですよ、仕方ない。だってなんかリップないですから、口の色じゃない、食べた口。あ、なっちゃんとも出たわ。あ、そうなの、いつ？ひとみとしおりの間かな。ああ、じゃあまあね、リップない、リップあるよ、何でもいい、ここら辺。あ、ごめん、ありがとう。なんか溶けまくった溶けるよね、だって夏は。溶ける、鏡見える？ああ、これありがとう、すごい見えてる、ちょっとごめんなさい、あ、めっちゃ歯についた壁に、きついって、直接壁に、ちょっときついって。ありがとうどうしよう、マジ髪、うん、どうしようかな、ないんだよな、レパートリーがね。リンゴちゃん、いや、もっと今でも前髪ちょっと固めちゃってて、もう引けないわ、ここら辺。めっちゃ上からあるのよ、私前髪。やってみて。無理くない？ここら辺引きたいのよ、やるんだったら。あ、もうできない、ちょっと、わかった、鏡ください。すいません、すいません。どうしようかな、あ、ここで半発インとか。あ、いいね。え、どうしよう、でも時間ないよえ、急にね、急にせかす人、急にせかされる、私時間ないよ、急にね。いや、なんか巻き絵も外羽もやってるからさ、なんかないかなって思ってるんですよ。私いつも巻き下ろし、私もたまたま巻き下ろしか、ストレートハーフツイン、巻き下ろしは前だか、ハーフツインかストレート、これ基本レイヤー入ってるからさ、これで可愛いようなレイヤーを入れてもらってるから。いや、わかる、そうなの、ワン、そうなの、ワンカール。昨日の萌ちゃんの巻き方めっちゃ可愛かったね、思った。可愛いよね、リハ中バン見してた、それの巻き方可愛いと思って萌ちゃん、しかもさ朝10時半ぐらいからのリハーサルになんで、そのさ、クオリティーだすっぴんでマスクとかボソボソになって、ボソボソなのに萌ちゃんだけなんか発表してるのなんでなんで羨ましい。萌ちゃんってさ、なんでって時にメイクしてきてる、あの朝早い時に、例えば行ってから会場着いてから時間あるの、メイク時間2時間とか、うん、なのに萌ちゃんだけなんか顔できてて
時集合とかやったんだよね。めっちゃ良かった。え、なのにメイクしてる。してた。じゃ良かった。なに？ほんまに良かった。信じられない。なんか朝眠いんだって。え、でもマジでなんか1時間ぐらいしか準備ない日に何もしてないとか。え、そう。なんか気分屋なのかな。そうで急いでメイクして、もう一度メイク早いからめっちゃ急いでメイクして。めっちゃ早いよね。え、もうできたみたいな。眠みで一番早い気がする。言ってた。前メイク早いって。めっちゃ早いよね。なんであんな早いの？うん、でもマジ2時間ぐらいかかるよ。わかる。髪いや、おげちゃんとなっちゃん、なっちゃん遅すぎ。なっちゃんやばい。いやめちゃめちゃのいみのマイペース2人なのやめれる。なっちゃんとおげちゃんはなんか見ながらやったりとかするし、途中でやめて違うこと始まったりするから。なっちゃん歌い出す。よく結婚していいよ。なっちゃんやばい。おげちゃんは、え、でも私なんかさ、ずっとさメイクしてんのに遅いよ、ね、ずっとメイクしてんの。だからまだやってんの。まだそこなの。それは何なんだろう。手が遅いのかな。なんか一つ一つの工程に時間かかりすぎなんで、私はもう気合い入れたら15分シュ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 ってやってるよね。マジで気づいたら終わってるよ私。だからアミとなんかどっか行くときは先ちょっと先に頑張ってメイク始めるようにしてる、うん、じゃなきゃまだって言われる。そうだよ。まだってまだです。あ、そうなのよ。まだでございます。イエイ。鈴木とおぎちゃんの配信つけて間に挟まれてる真似してるって、どういうこと。ここにここの間にいるつもりでいるってこと。なるほどね。こっち側だけ結ぶとかは、なぜ。あ、逆に。そう、変化。半分リンゴちゃんみたいな。そうそうそう、音符ちゃんやね。そう、音符ちゃんヘア、あれじゃない、音符ちゃん。なんか少年っぽい。音符ちゃん、音符ちゃんよ。わかる。今日ベルジーニだったんですよ。そう、ずっと楽しみにしてたの。ご飯食べるの？え、そう、私聞きに行ったの、YouTube の途中で。あ、お弁当って何時に来ますか？じゃあなんか、差し入れがラッシーで、で今日のお昼ご飯はカレーです、ラッシー一緒にみたいな書いてあったから、え、カレーってことはオーベルちゃうと思って、なるほどね、朝抜いたの。そしたら、一部終わってから来て。まあ、ちょうどいいっす。なんか食べたら眠くなってきちゃった。そうそう、人間ってそういう作りになってるんだよ。そうなの。マンゴーらしい。ちゃんとカレーといえばマンゴーらしいと思ってちゃんとマンゴーにした。普通のじゃない、マンゴーね。私が行ってた高校生の時にね、うん、穴場のカレー屋さん見つけて、何カレー屋さんでインドの方が働いてるとこがあるのね、うんうん、そこに3人で毎日行って1000円のランチセットがあるの、うん、でそれで食べて毎回マンゴーらしいついてくるの。へえ。私も行ってたけど、チェーン店のカレー屋さんめっちゃ好きなとこあったの地元に。穴場すぎた。なんかもう普通に歩いてた時に、えってここカレー屋さんみたいな、で地下につながる道みたいなって入ってたらカレー屋さんやってて、えってめっちゃいいとこ見つけたよって言ってたんだけど、そんな子供もう4年前とかですかね。ありえん、ありえん。この間卒業したつもりなんだけどね。その時の瞳は今コノアちゃんとかやってるわけでしょ。怖くない？え、普通コノタンは赤ちゃんだよ。でもコノタンって6歳差だから。やばいよ。え、私この間、じゃあこの間え、コノタンとご飯に行ったらどうなんだろうって思って、誘おうかなって思って、でも待って今何歳なんだろうって思って、何歳だよみたいな。え、6歳差なんだけどって思ってちょっと一歩引いちゃった。犯罪です。え、そう、なんかえ、さ、アリスちゃん瞳推しじゃなかった？え、そうなの？え、じゃない、なんか言ってなかったっけ前に。そう、さん、なんかだってなんかさ、なんかで、なんかあのシール、え、わかんない、嘘かもしれないけどさ、嘘だそれ。なんかさ、あの、イカノイジュエのさ、去年やってたさ、H&M のさ、こうなんか名前ステッカー作れてちゃうか。あー、瞳で使ってなかった？マジ？そうなの？誰だっけ。でもみんな赤ちゃんだからご飯誘えない。え、普通に犯罪。法を犯しちゃう。そうなの。だからちょっと身を引いてしまったよね。いけない、いけないって思って。わかるわ、普通にね。だからあゆみとかとご飯行きやすい。イエーイ。そっかないって。
やるって。コウタン誰推しなんだろう。聞いといてよ。こんなん言ったらさ、私って言うしかないよね。そうだよ。ダメよ、聞かなくていいよ。かわいそう。誰推しかっこ小木先輩って言いなさいって。怖いもん。最悪の先輩。ゆうかちゃん、鈴木さん好き。本当に？そうなんよ。めちゃ真面目な。ここにさ、そんな言ってもらって申し訳なく思っちゃう。本当だよ、申し訳ない申し訳ないよね、さすがに私が言うの本当だよ、申し訳ないかも、ちょっと厳しい、ちょっと申し訳ないかも、厳しい、言っちゃうよ、花が、え、鈴木って相場ボイコやろうってそうなのね、なんかゆうかちゃんとさ、ボイコがめっちゃ似てんの、私から見ると兄弟みたいな、あ、まあ確かに、私の多分勝手な気のせいだけど、コモタン7個推しなの、私はあのペアが好きなんだ、ペア、え、じゃあ勝手に萌えちゃんと優雅ちゃんのペアが好きだからちょっと本当にお互い推し合ってくれないかなっていう勝手な妄想やめなペア勝手に組まれてる、え、そう、私の願望で相場萌え子ね、ほう、小木市場の中では相場萌え子、すいません、ね、やばい、ちょっとキモいって思われそう、なんかそんな勝手にペア作って、うん、キモい、ちょっとキモいねえ、聞かなかったことにして、勝手にイコノイルのリハ中に見ながら、うわこのペアいいわとか思ってるんだから、聞かなかったことにしてください、頼む、ほんとだよ、でも好きで、好きですって言ってもらったら好きになっちゃうから、わかる、そうなんだ、ゆうかちゃんでも花と同い年だよ、え、そうなんだ、そうだよ、じゃあおげちゃんもちょっとしっかりできるってことね、なんでえあれおかしい、うん、そうだよ、だってあいみも同い年あーでもにそう、あいみちゃんは、うん、あいみちゃんはあ、ぽい、同い年っぽい、同い年っぽい、うん、はい、とことあるよ、面白いよね、行こうぜって言ってる、今年も行かないぜ、この間のリハ朝早かったのに怖かった、ん、朝早かったのにメイクしてツインテールしてた、誰、あゆみちゃん、あゆみね、うん、あゆみちゃん、あゆみの話してた、あゆみちゃんも同じなの、あゆみもあゆみも同じ、そうなんだむずくない、ゆもいも似てるからさ、うん、どっちどっちって、言ったことない、めっちゃしっかりしてそうでしょ、どうなの、どうなのとか、あゆみ、うん、え、でも萌えちゃんタイプだと思う、リーダーの中では、あ、そうだよね、なんかポワポワしてて、でもなんかしっかりしててみたいなタイプに見えるけど、どうなの、僕ニアジュイちゃんじゃないから分かんないけど確かにご飯行っただけじゃ分かんない、え、だってご飯行ってる時はさ、普通のだってさ、別にリーダーモードじゃないからさ、どういう子なの、え、いや、いい子よ、めっちゃ、なんか絶対に花に敬語を使うべきじゃないのに、ずっと敬語だからやめてって言ってる、そうなんだ、そう、私はために話してほしいって言って強要してる、いやでも敬語になっちゃうよね、わかる、うちらもそうじゃん、わかる、マジでいい子、でも花に敬語使うべきじゃないのに、ちゃんとコモアちゃんにもタメ口で来てほしい、みんなタメ口にしよう、コノアちゃん、ハナちゃんにタメ口使って、嬉しいかも、コノアちゃんにタメ口使って、それはそうかね、ちょっと嬉しいかも、いやでもさキャーってなっちゃう、6歳差ちょっと、え、だって私弟と5歳差だよ、やばくない、それ良いだよ、良いだ、え、ちょっと妹と遊ぶみたいな感覚ってことですかねそういうことだね、でもなんか申し訳ない、なんかこんなんと一緒にご飯行くなんて、それな、うん、なんか申し訳ない、すごいいい子だからこそ、いい子で真面目だからこそ、なんか変な変な考え方が身についてしまったら、やめや、申し訳ないね、でもコナンちゃんのショールーム大好き、おもろく、え、そうなの、だからやっぱあゆみにもついてきてもらう、あ、そうね、リーダーいればさ、まだなんかまだまだまだね、犯罪感減るかなみたいな、まだね、なんかこっち側で低くってみた、どうせこうやって取られるから
いいんじゃない、ワンパク感。サシじゃなければ清楚だって。おーん、え、じゃあ、いや、一番アウトなの私たち2人対1位が一番アウトね。もうダメ。かわいそう。ダメです。じゃあ、このたんが、このたんの推しメンがひーちゃんだったら、うん、あの、頑張って言ってたじゃん。あ、そうか、さっきコメント来てなかった。うん、え、ナナカなのかな。じゃあ、ナナカとあ、そうだ、ナナカ使おう。ナナカを、ナナカ使わせていただこう。ナイミの特権としてナナカをお借りして、ナナカをお借りして、こう、最悪だね、そんなナナカついてきちゃいましたみたいな顔して。最悪でデートの邪魔でもそんなの、ね、やめよう、やめよう。だから、じゃあ一番いいのはナナカとコマちゃんのデートを後ろから二人でこうやって見る。ストーカーじゃん。ストーカー、警備員に止められちゃう。このたんは配慮の塊だから皆さん好きですって言うと思うので、じゃあ今度私が聞いてみるね。あ、皆さん好きです、あ、ひとみさん好きですって言ってくれる。そうだよ、教養だからやめな、それやめよっか、やっぱやっぱ見守っとくわ。うん、それがいいと思う。バブちゃんすぎる、ちょっと。まだ4歳差ならいけたかな。もうちょい大人になってからにすればいいんじゃない。そうだね、さすがに高校生卒業してからとか。そうだね。いやでもなんかこのあちゃんを見ながら飯を食べたい。確かに二十歳になったらいけるかも。大学生19ならいける。確かに、美味しい美味しいお肉あるよって言ったら来るかな。ね、07だったし、幼稚園だったよ、07。小学生、小1だ。じゃあ、花と4歳差か。うん、いけるやん。いける。うん、じゃあ、コナンちゃんに美味しいお肉あるよつって、コナンちゃん、コナンちゃんどうだーつって、お肉好き、お肉好きかな、好きだよねって言って、焼肉行く、連れて行こうか、連れて行くよ、コナンちゃん。トロロみたいな。お前タワー来た。よくもありがたわ。何タワーだろう。何タワー？この頭？キアラさんと話した時はキアラさんだから。キアラさん。キアラちゃんじゃない。キアラさん。キアラ先輩。はい。そうだよ。この前、サナさんがすごいフレンドリーに話してくれるから間違えてバイバーイって言ってた。後から LINE でごめんなさい、なんか間違えちゃいました。間違えちゃいましたもん、いや、重いけど電話で話してた時に、うん、間違えて、最後にバイバーイって言っちゃって、あれみたいな。間違えましたもん、おもろいよ。間違えました、それまで敬語で話してたのに急にバイバーイあれみたいな。なんかさ、バイバーイって言われるとさ、バイバーイって返しちゃうね。バイバーイ、確かにバイバーイ、フォローするかも。なんか電話だったからさ、うん、顔を見てれば言わないけどさ、うん、お疲れ様ですだけどさ、電話だとすごいフレンドリーにバイバイって言われて、バイ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 みたいな、あー間違えちゃったみたいな、バイバイですって言ったらいいんだよ、だからバイバイですなんだっけ、サザエさんにいるよね、そういうの。なんかタラちゃん、タライクラちゃん、イクラちゃんだ。だって新しい恋見つけたよの友達とお話し会イクラタワーだって。新しい恋を見つけたんだって。誰？どれ？どこ？マジ？詳しく聞かせて。いくらちゃんは喋らないだって。そっちの声ね。あ、じゃあタラちゃんが。タラちゃんか。はいはい、でそう。でそうです。いくらちゃんははーいだった。はーい、はーい。はーいしか言わない。はーい。私もいくらちゃんになるかな。なんかなんか言われて、はーい。はーい。私は名前を申請させてください。来た方準備してください。はーい、早くメイクしてください。はーい、もう行きますよ。はーい、バイバイです。やばい人じゃん、めっちゃバイバイです。はいはい、お疲れ様です、バイバイです。マジでやばい子じゃん。バイバイです、たまにさ間違えたらバイバイですって基本でもさ、お疲れ様ですってことじゃない？お疲れ様です、またねですって。やば、またねです、やばい。ミリネさんとかだったら言うかもよ。ミリさんとね、仲いいからね、うん、バイバイです、バイバイです
時間だよ。マジか、前髪がまだ終わってない。終わって男女読む人は、じゃあ名前だけ。私は見る、はい、13位ゆうや、12位よっち、11位グーフ、10位ゆうすけ、9位きーちゃん、8位ネーム、7位ゆと、6位デリア、5位しんけ、4位たつなり、3位からが好きな体の大型、2位ジョン、1位よこ。ありがとう、メモっとくネタは。ありがとう。イエイ男女見とく。どういうこと？ふむふむ、タメ口のイコラブさん、むむむ、まあいらっしゃらないかな今は。ふむふむ、ミリさんでも普通に無理だもん。ミリさんだもん。ミリさん、ミリさん、ミリさん、かわいいですねっていう、いつもやばい人なんで、ご飯食べててさ、こうやって食べてんのにさ、こうやって見て、かわいいですね、本当にかわいい、今日もご飯怖い。わかる。こんなんだよ。どんなもんなんだろうって思うじゃないですか。推しメンとご飯ってこんなもんです。今日もかわいい、本当に。かわいいですね。ミリさんはってやるんですよ。かわいい。かわいいね。って言って食べる。なんかかわいいですって言われるとやめや。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 やめやタイプね。ミリさんはうんってマイちゃんがいつも言ってくる。可愛いです。可愛いです。やめよ。やめよやめよ。って言ってる。え？やめよやめよ。どう？この片方新しくね？いいじゃない。いいじゃない。できた？終わりよ。終わりましょう。じゃあまたいつかします。またねー。みんなもよろしくでーす。最近ギャルがブームなんです。でちょっと次の、なんだっけ、これ何番、2部が終わったらまた多分配信するので、今日は元気だからねしちゃうよ。でまた来てください。じゃあねー。